おはこんばんにちは。ゆっくり霊夢です。マリサだぜ。今回は7月31日から8月6日までのファミ通調べ売上ランキングを確認していこう。世間一般ではお盆休みに突入しておりますが、集計お疲れ様です。集計としては連休前で新作も少ない週とはなるが、その分、しっかり関連情報は見ていこう。それにランキング的にはどうなっているやらね。それじゃあ、ゆっくりしていってね。それでは、ゲームハード売上から見ていこう。任天堂スイッチから。有機EL モデルはまた伸びたな。本当に勢い落ちないわね。連休前需要というのもあるとは思うがな。さて、任天堂より夏のご挨拶が来とる。マイ任天堂にて8月31日までマリオの壁紙が無料でダウンロードできるぞ。今までだと海の画像も多かったけど、こういう感じもええなぁ。夏をしっかり感じれるな。8月20日までサマーセールも実施中なので、まだまだ勢い落ちんかもな。任天堂様は夏バテせえへんなぁ。ゲームもそうだけど、グッズも結構欲しいのよね。我々もいろいろ買っているが、次から次へと欲しいものが増えるな。氷ピクミン作れる製氷機が今は一番欲しいけど、マイ任天堂ストアでも品切れ。暑い夏にぴったりなアイテムに加えて、ピクミン人気も上がってきているしな。欲しいと思ったら、早めにゲットせなあかんな。まあ、お財布と相談ともなるがな。マイ任天堂ストアの情報はソフト売上でも改めて確認していこう。お次は PS5。通常版は徐々にだけど販売台数は増えている。ここに来て、デジタルエディションは絞ってきた印象かね。もともと出荷自体少ないしな。無論、新モデルがディスクドライブ外付けとなるなら、価格もどうなるかだが、完全に中途半端なモデルとなってしまうからな。先日、PS5 の売り方自体にはボロカス言うたけど、一応、お得なセールもやっているからここから数字が伸びるかね。霊夢は在庫処分1と言っており、私としても強くおすすめはせんが、現時点で購入を検討しているなら、このタイミングもありだろう。そして、8月10日に PS5、4ともにシステムソフトウェアにアップデが来とる。ほうほう。大きな変更点はないが、動作の安定性が改善されているとのこと。実感はしにくいかもだけど、細かい改善はどんどん来い。そして、おすすめしやすくしてくださいな。おすすめという点では、8月のゲームカタログ追加も発表されている。おお、正面に堂々とキムタクことヤガミが登場。いわゆるキムタクがごとくシリーズ2作目のロストジャッジメントがゲームカタログ入りだな。竜がごとくシリーズの一部がゲームカタログから外れるのは残念だったけどこれは朗報。他にも個人的に注目なのは、シーオブスターズ、だな。以前、任天堂のインディーワールドで紹介されてた作品や、レトロ調でコマンド式ターン制バトルのクラシックスタイルの RPG とはなるが、クロノトリガー、や、スーパーマリオ RPG、の要素も取り入れつつ、古き良き部分も残しながら、現代的に進化させている作品とのこと。コンセプトは非常に好き。8月29日のリリース当日からゲームカタログ入りするので、RPG 好きの皆様は要チェックとなろう。体験版もあるので、気になる人は今のうちにチェックしておくのもありだ。私はゲームカタログで遊べるなら、ワクワクしながら発売日を待つぜ。そして、PS 公式ブログでは7月のダウンロードランキングも出ている。こちらもソフト売上ランキングで紹介していこう。そして、Xbox シリーズ XS だな。シリーズ X についてはちょっと伸びてきたかな。全体で盛り上げていくなら、Xbox ももっと存在感ないとね。買いやすさと認知度は当然必要となるだろうな。強めのプロモーション待ってるぞ。そして、コンソールとしては独占タイトルであるハイファイラッシュでは無料のアップデも来ているぞ。ほう、それは気になるわね。メインストーリーのクリア後にアンロックできるアーケードチャレンジ、アップデートが追加となっている。難易度もテンポも本編以上のやり込み要素となるな。ノーマルでヒーヒー言ってる私にはそり立つ壁かもな。公式にもコツコツ練習するのが大事としている。単純にアクションは楽しいから頑張ろうかな。この作品も今年を代表する作品の一つだわ。Xbox、ゲーパスユーザーが増えることでさらに評価は上がるかもな。さて、それではソフト売上ランキングといこう。10位はポケモンスカーレット・バイオレットとなる。久々に10位以内に入ったな。そのポケモンでは大きな動きが大量にあるな。普通に朝のテレビニュースで横浜で行われるポケモン世界大会は報道されていた。
それに8月8日にはポケモンプレゼンツにて色々発表があったな。まず、スカーレット・バイオレットでは9月1日より最強のミュウツーのイベントテラレイドが開催だ。9月18日まで受け取れるミュウを仲間にできる合言葉も公開となっている。憎いね。こんなんされたらソフト起動するしかないやないか。そして、有料 DLC の前編である緑の仮面は9月13日に配信決定となった。忙しくなってまいりました。さらに、任天堂オンラインでは、ゲームボーイソフトのポケモンカード GB と64ソフトのポケモンスタジアム金銀クリスタルバージョンがすでに配信となっている。他にもアニメ展開やポケモン GO、ポケモンスリープにも新情報が来ている。この夏はポケモンで大いに盛り上がれるわね。世界大会であるチャンピオンシップスは14日まで開催。各報道で写真見るけど、参加しないにしてもこんなんワクワクせんわけないやろ。近くに寄れる人はそれだけでも熱い雰囲気を感じれるだろうな。9位はマリオパーティスーパースターズ。こちらも久々の上位ランクイン。もともと安定して売れとるが、今回は売り上げ伸ばしているな。この時期のパーティーゲーム需要は不滅だわな。プレイスキルはあるに越したことはないが、あまりなくても楽しめる調整ではあるしな。この辺はうまいよな。そして、8位もガチらなくても楽しめるスマブラ SP。私もガチだと何にもできない自信があるが、大乱闘ならいやらしい動きには自信があるぞ。広い層が楽しめるという部分は強いな。7位は任天堂スイッチスポーツ。新作がないから予想していたとはいえ、今回は定番ソフトが並ぶな。さらに上位でもその傾向は顕著かもな。6位はスプラトゥーン3。8月12日よりフェス開催であります。お題はちと悩ましいが、人生で大事なのは、となっている。悩んだけど、愛で参加させていただきますよ。今回はいちいち理由は聞かないでおこう。共闘する人も競い合う人もどうぞよろしくお願いいたします。基本、霊夢、でプレイしているのでよろしくだ。5位はマイクラ。マイクラも連休前に売り上げ伸ばしとる。7月の PS ダウンロードランキングでも、PS4 部門で堂々1位となっている。強いなぁ。それ以外のランキングはこうなっている。グラセフも根強いわね。スト6も上位にいるのはユーザーとしてはありがたい。PS5 部門は他作品と共に確認していこう。そして4位は、夏もん、20世紀の夏休みとなる。表彰台は逃したけど、先週の初登場から大きく落とさず。配信者の実況プレイや口コミによる効果もあったと思うぞ。結構、評価いいもんな。今後文字は売れ期待できるし。以前にも言ったが少年の夏休みを追体験できる作品と考えれば、なんなら来年以降も夏の定番ソフトになるかもだ。井上陽水氏の少年時代が聞きたくなったわ。それでは、上位の前2回も見ておこう。13位にスペードの国のアリス。毎回、ランキング常連のオトメイト作品。17位はファイナルファンタジー16。まだ踏みとどまってはいる。7月の PS ダウンロードランキングでは、ファイナルファンタジー16が1位となっている。これはさすがに実数が気になるな。パッケージ版では7月は10万本未満の売り上げなので。って感じね。さすがにそれはわからんが、広告効果もあったと思いたいな。7月はちと心配するぐらいバンバン CM 売ってたな。今後も明確に売り上げ見えるなら確認はしていこう。他も含めてのランキングはこうなっている。こっちでは、エグゾプライマルとレムナント2が登場か。こちらのランキングも概要欄にリンクを貼っているのでよろしくだ。それでは、上位に戻ろう。3位はマリカ8デラックス。売り上げ大きく伸ばして、2週目の夏もん、声ってマジで化け物やな。見事に夏休みブーストを体現しているな。この時期はプレイヤーも多いだろうし、私も一走りしておくか。来週以降も需要は落ちんだろうな。そして、2位はゼルダの伝説ギアーズ・オブ・ザ・キングダム。ギアキンも当分これぐらいの数字を毎週出すんだろうな。関連情報としては、あの缶コーヒーのボスとのコラボが決まったぞ。伝説の序章。これはかっこいいな。9月5日から発売となるな。世界の果てまで旅するボスジェン、やオリジナル T シャツなどが商品となったキャンペーンもある。この日からはコーヒーは当分ボスしか飲まねえぞ。リンク以外のキャラクターもパッケージで登場だ。全部かっこいいけどさ。なぜ、ゴロン族を省いた。あ、やっぱり突っ込んでくるか。赤パッケージに入れられるでしょ。まあ、おそらく大好評のコラボになるだろうし。
作品の人気もこのキャンペーン応募締め切りとなる11月30日でも衰えてないから、第2弾もあるものと期待しておけ。じゃあね、シュクシュクとボス飲んでおくか。そして、今回の1位は、またもピクミン4となるな。3週目でも7万、8000本以上の売り上げ。これは完全に定番入りと言っていい。作品としても今までのピクミンシリーズの楽しさを残しながら、新要素である相棒のオッチンのおかげでシリーズ初のプレイヤーも遊びやすくなっているな。それに言い方は良くないが、今までのナンバリングタイトルは、ゲームキューブと EU とスイッチに比べると普及していないハードでのリリースだった。一気に花開いたって感じね。体験版もあるし、今後も口コミや配信プレイを見て遊びたい層は増えるだろう。またランキングに堂々居座るソフトの登場やな。さて、マイニンテンドーストアのダウンロードランキングも見ておこう。セール効果もあるとはいえ、ピクミン4とティアキンの間に割って入るなるほど。マジでカプコン様、新作をぜひご検討ください。4位の夏モン、もう今後もこの位置に留まるなら、売り上げ大いに期待できるな。定期的にこっちのランキングも確認ね。今回のように新作がないと、スイッチ定番ソフト無双にはなるな。とはいえ、来週は新作も結構あるぞ。まずはコンパイルハートより、超次元ゲームネプチューヌゲームメーカー R レボリューション、が登場だ。架空のゲームハードを擬人化した美少女たちが登場する RPG ネプチューヌ、シリーズの最新作だ。本作では新たに、KA パート、が追加されている。果たして、どれほどの位置取りとなるかね。オトメイト作品では、伝統ある白王旗シリーズのファンディスクも登場だ。一定の需要があるから、確実にランクインするだろうな。広がるスカイ、プリキュア広がる、パズルコレクション、も登場予定。バブルボブル、などの定番パズルゲームを10種収録している。言い方良くないが、プリキュアでなければ全く刺さらんゲームになりそう。来週も注目はしていこう。お盆でお休みの人もお仕事や学業でお忙しい人も暑さに負けずに夏を楽しんでいきましょう。今後ともよろしくなんだぜ。